そんな国は日本だけよ。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。竹取物語や源氏物語、枕草子、平家物語など、中学校や高校の授業で数多くの古典文学を学んできた日本人。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく、山際少し明かりて、や祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、といった有名な一節を今でも暗唱できる人は多いのではないでしょうか。しかし世界的に見ると、私たち日本人のように古文を理解できるのはとても珍しいことなんだそう。今回ご紹介するのは、日本に住むアメリカ人女性が日本人が古文をスラスラと読む姿に驚いたエピソード。日本人はなぜ昔の日本語を理解することができるのでしょうか。早速ご覧ください。英語と日本語の圧倒的な差にアメリカ人が驚愕。私の名前はジェイミー。東京に住む20代のアメリカ人よ。日本人の夫との結婚を機に日本へ引っ越してきたのは今から約1年前。まだまだわからないことや戸惑うことはたくさんあるけれど、周りの人たちはみんな親切で、困ったことがあると助けてくれるから本当に感謝しているわ。日本の生活で驚いたことといったら、やっぱりスーパーの品揃え。ディスプレイに美しく並べられた野菜や果物は傷や汚れがほとんどなくてみずみずしいの。それから刺身や寿司など生で食べられる新鮮な魚介類が豊富に揃っていることにもびっくり。アメリカでは刺身は高級食材だから、小さなスーパーでは手に入らないことも多いのよね。さらに日本の精肉は用途に合わせてカットされているからすごく便利。アメリカでは大きな塊で売っていることが多いから、自宅でカットするのが結構面倒だったのよ。あとはお弁当やお惣菜の種類が豊富なのも魅力的。私はまだ和食をあまりうまく作れないから、天ぷらや煮物とかはスーパーの惣菜によくお世話になっているわ。他に驚いたことといえば、日本の電車の正確さ。夫の仕事が休みの日は一緒に電車で街へ繰り出してショッピングやランチを楽しむことも多いんだけれど、電車がいつも時間通りにやってくるから感心しちゃった。以前に住んでいたロサンゼルスの地下鉄は遅延なんて日常茶飯事。しかも清潔な日本の電車と違ってゴミが散乱していたり、ホームレスがいたりすることもしょっちゅうだったから、私はよほどのことがない限り乗らないようにしていたくらいなのよ。ところで、そんな私はジブリ作品の大ファンでね、隣のトトロとか千と千尋の神隠しは子供の頃から何度も見てきたの。ジブリ作品の魅力は繊細な感情表現や美しい風景描写、それからトトロやポニョ、カオナシといった個性豊かなキャラクターもすごく魅力的よね。最近見たのはかぐや姫の物語。これまでのジブリ作品にはない雰囲気のアニメで、アニメーターが描いた線を生かした手書き風のスタイルが印象的だった。この作品は日本での興行収入的には他のジブリ作品ほどではなかったみたいなんだけれど、海外ではかなりの高評価。これまでにロサンゼルス映画批評家協会賞やボストン映画批評家協会賞、トロント映画批評家協会賞などを受賞しているの。特に北米でのレビューは肯定的な評価が圧倒的多数。アメリカの映画評論サイトロッテントマトに寄せられた79のレビューの全てが肯定的な評価をしていたわ。また
2015年1月に同サイトが発表した2014年のゴールデントマト賞の外国映画部門では3位にランクイン。同じく映画評論サイトのメタクリティックでは100分の90、映画情報サイトのインターネットムービーデータベースのユーザー評価では10分の 8.1 と高い評価を獲得しているの。さらにアメリカの風刺報道機関ジ・オニオンの娯楽サイトジ・エイヴィクラブはスタジオジブリの最高の成果の一つと絶賛。その年の最高のアニメーション映画であると認める12段階で最高の A 評価を獲得しているのよ。そんなかぐや姫の物語の原作となっているのは現存する日本最古の物語と言われ、9世紀後半から10世紀前半頃に成立したとされている竹取物語。映画は原作を忠実に再現しつつも高畑監督独自の解釈や表現が加えられているの。竹の中から見つかったかぐや姫が成長し、かぐや姫は求婚者たちを難題で翻弄し、最後は月に帰っていくという基本的なストーリーは同じだけど、原作では高貴で神秘的な存在として描かれているかぐや姫が、映画ではより人間味あふれる感情豊かな少女として描かれているのよ。かぐや姫の物語をきっかけに、私は日本の昔の物語にも興味を持つように。まずは映画の原作である竹取物語を子供向けの優しい内容にしたかぐや姫の絵本を読んでみた。それからというもの、昔話への好奇心は膨らむばかり。桃太郎や浦島太郎、花咲かじいさんなど有名な昔話をネットで調べては、図書館で絵本を借り夢中になって読みふけった。昔話の世界には日本の美しい自然や昔の人々の暮らしが生き生きと描かれていて、まるでタイムスリップしたような気分に。そしてそれぞれの物語には人生の教訓となるような深いメッセージが込められていることに気づかされたわ。そんなある日、私がリビングでかぐや姫の絵本を読んでいると、夫が声をかけてきたの。ジェイミーは本当にかぐや姫が好きだよね。確か一昨日も読んでたんじゃないか。絵本だと簡単な日本語で書かれているから私でもスラスラと読めて面白いの。それに挿絵がすごく可愛いから何度も見返したくなっちゃうのよね。なるほどね。それにしても懐かしいな。今は昔、竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり、なおば、さぬきの宮つことなむいいける。え、何？突然わけのわからないことを言い出す夫。私がきょとんとしていると、夫はさらにこう続けた。その竹の中に元光る竹なむ一筋ありける。怪しがりて寄りて見るに、筒の中光りたり、それを見れば三寸ばかりなる人、糸を美しゅうていたり。ねえ、さっきから何を言ってるの？竹取物語の原文だよ。現代語訳すると、今ではもう昔のお話ですが、竹取の翁と呼ばれるおじいさんがいました。野山に入って竹を取りながら、いろいろなことに竹を使っていました。名前はさぬきの宮つこと言います。その竹林の中に根元が光っている竹が一本ありました。不思議に思って近寄ってみると竹の筒の中が光っていました。それを見ると三寸ほどの人が大層可愛らしい様子で座っていました。って感じかな。すごい。さすが大学で日本文学を専攻していただけあるわね。いやいや、これくらいは日本人なら誰でも知っているよ。中学校の国語で最初に習う古典が竹取物語だからね。特にこの冒頭の部分は有名で、授業で暗唱させられることも多いんだ。え？中学生がそんな昔の文章を解読しているの？日本の教育って
レベルが高いのね。そこまで難しくはないよ。確かにおじいさんという意味の翁とか、大層という意味の糸とかは現代では使わない言葉だから、先生に教えてもらわないとわからない。だけど全体的には現代の文章と似ている部分も多いから、初めて読んでもなんとなく意味はわかるんだ。そうだ、こんな動画もあるから見てみるかい？夫はそう言うと、スマホをポケットから取り出して私に一本の動画を見せてくれた。その内容は、道行く日本人に声をかけて古文の一節を読んでもらうというもの。そしたら驚いたことに、みんな少し戸惑いながらも竹取物語などの一節をスラスラと読み、大まかな意味まで理解していたの。この動画には海外の人たちからコメントが殺到。イギリス人は約400年前のシェイクスピアですら読めないのに、俺が古英語を理解できるのは大学院で専門的に学んだからなんだぞ、といった驚きの声があふれていたわ。アメリカ人である私は昔の英語の文章を読むことができない。昔の書物の画像を見たことはあるけれど、あれはもはや現代の英語とは全く別の言語。私だけじゃなくて、私の両親や友人だって読めないし、きっとほとんどのアメリカ人は古語を読めないんじゃないかしら。だから多くの日本人が古語を理解できると知って本当にびっくり。まるで魔法のようだと思ったわ。そこで私は、英語圏の人たちが古語を理解できない理由と、日本人が古語を理解できる理由を調べてみることに。すると、英語は長い歴史の中で大きく変化してきた言語だということが分かったの。英語の歴史は、古英語、中英語、近代英語、現代英語の4つの時代に大きく分けられるんだそう。古英語というのは、5世紀半ばから12世紀半ばにかけてイングランドで使われていた言語。現代英語の祖先にあたり、アングロサクソン語とも呼ばれるの。古英語はゲルマン語派の西ゲルマン語群に属していて、元になっているのはアングル人やサクソン人、ジュート人などゲルマン系の部族がブリティン島に移住した際に持ち込んだ言語。名詞や形容詞、代名詞に格変化があったり、動詞に複雑な認証変化があったりして、現代英語とはかなり違うから、現在の英語話者にはほとんど理解できないのよ。その次の中英語っていうのは、古英語にフランス語の影響が加わったもの。1066年のノルマンコンクエスト、ノルマンディー公ギョーム2世によるイングランド征服以降、英語は支配階級が使うフランス語の影響を強く受け、語彙や発音が変化したの。語彙の大幅な増加、文法の簡素化、現代英語に近い発音への変化などが中英語の特徴。中英語も古英語同様、現代英語とは大きく異なるから私たちが読むのは難しいけれど、英語の歴史を理解する上では重要な言語なんですって。その次の近代英語は16世紀から19世紀にかけての英語。この時期にはルネサンスの影響でラテン語やギリシャ語の語彙が大量に流入し、英語はまたガラリと変化したの。さらにイギリスが世界中に植民地を広げていく中で、英語は様々な言語と接触。その結果、近代英語は地域によっていろいろな方言が生まれるなど、実に多様な変化を遂げたのよ。近代英語についてもう少し詳しく説明すると、1500から1700年頃に使われていたのが初期近代英語。この頃の英語は古代ギリシャ語やラテン語などの古典語やフランス語からの語彙借用が多く見られるわ。あと、この時期に起こったのが、現代英語の発音に近づく大母音推移と呼ばれる発音の変化。また文法の面では、現在完了形や進行形などの用法が確立されたそうよ。
そして1700年頃からの後期近代英語では、語彙や文法、発音などが体系化され、標準語が確立。産業革命や科学技術の発展に伴い、新たな語彙が大量に生まれたんですって。そして現代英語は20世紀以降の英語。アメリカが世界の超大国として台頭したことで、アメリカ英語が標準的な英語として世界中に広まったの。こんな風に英語は語彙や発音、文法、語順などあらゆる面で時代とともに変化し続けてきた。だから現代の英語話者にとっては、昔の英語はもはや外国語のように感じられ、理解できないというわけよ。一方の日本語は、他の言語からあまり影響を受けずに独自に発展してきた言語。もちろん時代とともに変化はしているけれど、基本的な構造や文法は大きく変わっていないわ。そのため現代の日本語話者は、古文に古風な単語や表現が含まれていても、文脈から大まかな意味を理解することができる。要するに日本語は古文と現代文のつながりが比較的強い言語ってことなのね。それから欧米と日本では古典教育の位置づけが大きく異なるということも分かったわ。欧米では古典は大学や専門機関で学ぶ高度な学問という位置づけ。一般の人が学校で古典作品を原文で読むことはほとんどないの。一方、日本では中学校と高校の国語の授業で古文を学習する。文法や単語を学び、古典作品を原文で読む訓練を受けているから、多くの日本人は古文に親しみ、その内容を理解することができるのよ。あとは文化的な背景の違いも古文の読解力に影響しているようね。欧米では古典作品は過去の文化遺産として尊重されているけれど、現代の生活とのつながりは薄いと思われている。だけど日本では古典作品は現代の文化や価値観の基盤をなすものとして重要な位置を占めているの。例えば古典作品から引用された言葉や表現が今でも日常的に使われていたりとかね。そのため日本人は古語を過去の言語ではなく現代の文化とつながるものとして捉えることができるのよ。それからしばらくして、日本の古典文学をもっと知りたいと思った私は、夫に勧められた源氏物語を読んでみることに。もちろん私は古文なんて全くわからないから、平易な現代語で書かれた本を夫に探してもらったわ。この作品は平安時代中期に書かれた長編物語で、世界最古の長編小説とも言われているんだそう。主人公は平安貴族の光源氏。彼の恋愛や栄光と没落、権力闘争などを通して当時の貴族社会が描かれているのよ。日本文学の最高傑作の一つとして評価されている源氏物語は、現在では20カ国以上に翻訳。特に欧米での評価が高く、著名な研究者による解説書まで出版されていると夫は教えてくれた。源氏物語が高く評価されている理由は、そのテーマの普遍性。光源氏の恋愛や貴族社会での栄枯盛衰を通して描かれているのは、成功と挫折、没落と更生といった人間の道のり。人間関係や不条理に翻弄され、性や愛について苦悩する光源氏の姿は、現代の私たちにとっても共感できる部分が多いってことなのね。実際私も読んでみると、光源氏の華やかな恋愛遍歴はもちろん、登場人物たちの複雑な人間関係や雅な宮廷文化にただただ圧倒されるばかり。恋の喜びや苦しみ、嫉妬や裏切りといった登場人物たちの心の動きが繊細に描かれていて、思わず感情移入してしまったわ。ちなみに夫によると、源氏物語は大学入試でよく出題されるらしく、特に難関大学では
ほぼ毎年どこかの大学で取り上げられているんだとか。そのため日本の高校生は入試対策として源氏物語を一生懸命勉強するそうよ。日本に来て1年の私はまだまだ日本語を勉強中だけど、日本語がもっと上達したら古文の読み方も少しずつ勉強して、いろいろな日本の古典文学を読めるようになりたいわ。だって日本には面白そうな古典文学がまだまだいっぱいありそうなんだもの。海外の反応。かぐや姫の物語は日本のアニメの美しさを世界に示した、手書き風アニメの金字塔だよね。現代の英語話者が13世紀の英語を読むことは不可能。多分全く別の言語のように思えるんじゃないかな。1000年以上も前の作品が現代の日本でも通じるなんて感動的ですらあるよ。フィンランド語は他の言語に比べると変化が少ないから、500年前の文章でも比較的容易に読むことができるよ。デンマーク人がケルケゴールの文章ですら読むのが難しいと書き込んでいたのを思い出したよ。彼の著作は200年以内のものなのにね。まとめ。日本語の基本的な文法構造は古代から現代まで大きく変わっておらず、 SOV 主語目的語動詞の語順や助詞を用いた文法構造は一貫して維持されています。また現代の日本語の中には古くからある語彙が数多く存在。そのため私たち日本人は現代語訳なしでも古典文学作品をある程度理解することができます。その一方で母音やアクセント、助詞の用法、敬語表現などは時代とともに変化。例えば奈良時代に存在した母音の区別は現代では失われていますし、新しい言葉が生まれたり既存の言葉の意味が変わったりすることは他の言語と同様に起こっています。また日本語の経年変化が少なかった理由として、エピソード内では多言語との接触の少なさや日本独自の文化の影響を紹介していましたが、それに加えて表意文字と表音文字を併用する表記体系も日本語の変化を遅らせた大きな要因。表意文字の漢字が言葉の意味を明確に保ちつつ、表音文字の仮名が発音の変化にも柔軟に対応するおかげで、日本語は長い年月を経ても現代の私たちが古文をある程度理解できるほど変化が少ない言語として存在しているのです。日本語は変わらないものを大切にしながらも時代に合わせて少しずつ変化してきた奥深い言語。今回のエピソードを通して私たちは改めて日本語の面白さを知ることができたような気がしますよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。